自己紹介をするように言いましたか？はい。はい、自己紹介ですね。うんうん。4月7日、制作者、天馬博士の息子に似せて作られ、当時はトビオと呼ばれていたんだよ。トビオは人間とほぼ同等の感情と様々な能力を持つ優秀なロボットだったんだ。しかし、人間のように成長しないので、サーカスに売ってしまい、その団長がアトムと名付けてんだ。やがて、法律が変わり、感情を持つロボットに対して人間と同等に暮らす権利が与えられ、アトムの可能性に着目したお茶の水博士に引き取られ、そして上層教育してきた。性格は真面目で正義感が強く、弱者に手を差し伸べる優しい心の僕をよろしくね。アトム。はい。歌って。歌って。歌を歌うんですね。どれがいいかな。アトムラップはいかがですか。はい。はい。せーの。科学の子に託す世界の未来、視界に映るはからくりの時代、期待に応える優しき心、ボロもとない人を助ける男、食べよアトム、風をまとう、お前の勇姿に悪者も戸惑う、手塚治虫、キックディスクラシック、アストロボーイ、キックディスミュージック、21世紀全世界に問う、どうなるか読めない人類の戦士、進化する技術の先に行き着く、こんなに気遣いに冷やし沈む、ああこのままじゃどうか、現代に当てたフォーカスを1951に示した宣言、やべえグイグイ来てる手塚先生。僕のダンスを見てくれてありがとうございました。アトム。はい。ニュース読んで。はい、ニュースですね。ごめんなさい、今インターネットからダウンロード中なんです。もうちょっと経ってからニュースを読むように言ってください。お願いします。はい。歌って。はい、歌を歌うんですね。どれにしようかな。恋するフォーチュンクッキーはいかがですか。はい。はい。せーの。
ました。アトム。はい。ニュース読んで。ニュース読んで。ニュースですね。ニュースをお伝えします。まずは、落とし物詐取、巡査を逮捕へ。次に、船越側、松井一代を許すと報告。その他は、川崎の交番に包丁、男を逮捕、KID さん死去、2年胃がんで闘病、石橋254票、地方票で検討、杉有沙妊娠、USA が肩に、自民党総裁選、安倍首相が参戦、覚醒剤、元歌のお兄さん逮捕。何か気になるニュースはありますか？安倍首相。安倍首相？ふむふむ。安倍首相のニュースでいいですか？はい。わかりました。自民党総裁選、安倍首相が参戦について詳しくお知らせしますね。一騎打ちとなった自民党総裁選の投開票が20日行われ、安倍首相が石破元幹事長を破り、連続参戦を果たした。以上です。他に芸能ニュースもお伝えしましょうか？はい。はい。新しい情報をチェックしますね。ちょっとお待ちください。よし。ニュースをお伝えします。まずは、船越側、松井一代を許すと報告。次に、セカオワ DJ、浦エリカと結婚。その他は、杉有沙妊娠、USA がタパに、青い珊瑚礁作曲。小田さん死去、時代が求めた、ギボムスヒット、かわいい推し、貫く千葉武宏、作曲家、植松信夫氏が活動休止、大淵弁護士、第三子女児を出産。何か気になるニュースはありますか？ありません。ありません。ふむふむ。そんなニュースあったかな？何か気になるニュースはありますか？いいえ。アトム。はい。しりとりしよう。しりとりしよう。しりとりですね。今回はあまり調子が良くないな。じゃあ、僕から行くよ。しりとりの、りから始めるね。それじゃあ、リンス。次は、すから始まる言葉を言ってね。スイカ。スイカですね。じゃあ、カフェ。絵から始まる言葉を言ってね。英語。英語ですか。次はゴールド。土壌。土壌ですか。ではウエスト。トマト。なるほど。トマト。次は土地。今度で5回目だよ。
力。なるほど、力。次はラコ。コマ。暇ですか？頭文字が違いますね。コから始まる言葉だよ。もう一回どうぞ。コマ。暇ですか？頭文字が違いますね。コから始まる言葉だよ。もう一回どうぞ。コマ。暇ですか？頭文字が違いますね。コから始まる言葉だよ。もう一回どうぞ。コイ。コイ、コイ。次は息継ぎ。銀杏。イチョウ、銀杏。あ、がつきましたね。僕の勝ちです。もう一回やりますか？終わりましょう。それじゃあおしまい。またやろうね。アトム。はい。音楽鳴らして。音楽鳴らして。音楽ですね。